世界で最も知られている肖像画、モナリザの隠された秘密をご存知でしょうか？モナリザはなんと牛蜜時になると人が恋しくなり、毎晩人々と戯れ、お酒を飲んだり歌ったりしているのです。そんなある日、モナリザは一人の青年に恋をします。報われぬ思い、歌います。愛の歌、伝書鳩。